岐阜市立トーる名小学校はかつて岐阜県岐阜市に存在した公立小学校。岐阜市の中心地に位置し、公名は随流寺の達中のマウンインに開校した寺小屋のトーる名塾に由来すると言われている。校区の児童数減少を受け、2002年に岐阜市立小学校及び中学校の通学区域審議会により、旧市内における 岐阜立小学校及び中学校の通学区域のあり方についての答申で、木本小学校との統廃合が提言された。その後2017年に両校を統合した岐阜市立通明桜小学校の開校により並行した。校舎は2021年4月に開校した岐阜市の公立の不登校特例校、岐阜市立草順中学校に転用された。 投稿は1982年により、ブラジルカンピーナスの学校と姉妹校を提携し、交流が行われていた。統合先のトール名桜小学校でも交流は続けられている。学校規模適正化事業、市中心部の小中学校再編について岐阜市が、不登校特例校21年4月開校方針。不登校特例校名、草潤中学校に、岐阜市、21年開校。 カンピーナス市、岐阜市。2020年9月3日へ図覧。市立、トール名桜小学校が開校します。広報岐阜平成29年4月1日号。2020年9月3日へ図覧。自長亭、あざ近縁、あざ西屋敷、自高原、あざ柳瀬、あざかむろ、あざ長住現在の岐阜市近縁町現在の岐阜市。 カブラギ町梅林リ人上神城小学校の校舎は開校当初1902年に建立された鉄名神城小学校校舎を使用していた2012年に明徳小学校と統合され廃校ありがとうございます